Noise canceling. ノイキャンオフにします。あ、結構変わりますね。こんにちは、ガクチャンネルのマナブです。皆さんスーディオご存知でしょうか。シンプルでおしゃれなデザインと性能の良さを合わせ持つコスパのいいオーディオ製品を開発している北欧のオーディオ機器ブランドです。ガクチャンネルでもね、以前にこのスーディオさんの機器をたくさんレビューしてるんで、よかったらチェックしてみてください。そんなスーディオさんからね、今回新しくワイヤレスヘッドホンスーディオ K2 が爆誕したよということでね、忙しい方向けにこちらスーディオ K2 の魅力をまとめると、最大60時間の連続再生、ノイズキャンセリング、5つのマイク、タッチパネル付き、 Bluetooth 5.3 対応とてんこ盛りなのに、価格は1万円以下ということで、初めてのワイヤレスヘッドホンデビューにもかなりおすすめなモデルです。今回ね、バイノーラルマイクを、ちょっとこれサングラスかけてるけど、このバイノーラルマイクっていうのをね導入したんで、実際にみんなね、こちらスーディオ K2 のサウンドと、あと俺が普段使ってるヘッドホンとのね比較とかもやりながら、こちらねスーディオ K2 の魅力をお伝えできればなと思っております。それじゃあ早速行ってみましょう。行くぞー。ガクチャンネル。はい、それでは付属品一覧見ていきましょう。まずはね、箱、本体、ケース、ケーブル、説明書っていう風になっております。シンプルだね。じゃあ紙たち見ていきましょう。説明書ともう一枚なんか入ってますね、はい、オーナーズマニュアル開くと、こう横に広げるタイプでね、ちゃんとイラストが書いてあって分かりやすいです。でよく見てみると、これね、はい、日本語ちゃんと対応しております。素晴らしい。でもう一枚の紙はね、なんかいろんな英語とか、なんかいろんな文字がたくさん書いてある紙です。よくあるやつね。はい、充電用の付属ケーブル見ていきましょう。 USB Type A to Type C ですね。素晴らしい。じゃあ気になる本体見ていきましょう。かっこいいよね。スーディオさんの製品はこうシンプルかつスタイリッシュなデザインが最高です。で俺たちに当たる部分もね、クッション性抜群で素晴らしいです。でね、操作部分とかボタンとかね、接続端子、これもねデザインの景観を崩してなくて素敵です。かっこいいよね。でこのねヘッドの内側、はい、R とね L が一目瞭然。素晴らしい。これが分かりにくい機種だとイライラするからね、ありがたいです。でこれね、サイズ調整機能もバッチリ使えます。俺のような頭顔で家族はね、必須機能ですから助かります。でもちろん戻すことも簡単に、オラーってやるとねできます。素晴らしい。はい、続きましてね、ケース付属のポーチですね。はい、スーディオって書いてあって、黒のシンプルな感じだね。はい、サイズ感もねバッチリ K2 本体に合わさってるんで、はい、こうやってねスポッとね入ります。で紐を引っ張って、はい、収納はバッチリ。はい、最後箱ですね。箱ガチ勢のために見ていきましょう。これがスーディオ K2 のおしゃれな箱です。ガクチャンネル。はい、じゃあ早速ね、こちらスーディオ K2 のね使い方の流れ一緒に見ていきましょう。つけたらこんな感じ。まあ、ちょっと俺顔が丸いからねちょっと丸って感じになっちゃうけど、こういう感じになります。スタイリッシュなねデザインでかっこいいよね。で実際に今ね、この俺がつけてる時のね、このスーディオ K2 の音が、さっきも言ったバイノーラルマイクでね撮れてると思うんで、みんな俺と同じ感じで体感できると思います。でまず、ボタンがついてるんだけど、そのボタンをね3秒間押し続けて電源オン。でボタンがここ見えるかな、このボタンを3秒間押します。ちょっとやってみるね。よいしょ。1、2、3。オン。はい、今オンって聞こえたかな。はい、オン。コネクティッド、コネクティッドみたいな、コネクテッド。これで多分ねもう繋がりました、俺の iPhone とね。で、デバイスにね、もう一回接続したら勝手に繋がりましたね、今みたいに。はいはい、これね、見えるかな、スーディオ K2 接続済みになっております。もうスムーズに繋がりますね。でアナウンスの声もすごいクリアな女性のね声でしたね。結構安いヘッドホンとかイヤホンだとね、アナウンスの音がすっごいボソボソだったりするけど、スーディオ K2 はバッチリいい感じです。で続きまして、音楽再生してみようかなと思います。はい、俺がねいつもお世話になってるシズーンね、シズーンのアバンドーネという曲ね、これ俺作曲させていただいたんだけど、
こちらね再生してみたいと思います。じゃあねちょっとやってみますよ。 R 側を1回タップするとここでセンサーになってるんで、ここ1回タップすれば再生と一時停止できるはずです。じゃあやってみます。はい、はい、一時停止、再生と一時停止できますね。じゃあ続きまして2タップですね。2タップで曲送り。じゃあ2回タップしてみるね。お、オフボーカルになりましたね。これじゃあ再生します。1回タップ、できてますね。バッチリできてます。でじゃあ次、3回タップで曲戻しっていうのができるんで、もう一回曲戻してみましょう。あ、できた。ということですね。曲送りと曲戻し。続きまして2秒間長押しでボリュームアップと3秒間長押しでボリュームダウンっていうのをやってみたいと思います。長押しで音量調整可能ってことだね。まず再生します。続きまして音量ダウンしてみますね。3秒間長押しで音量ダウン。はいはいはい。このね、プッって言った後に長めに押してると音量が下がって、すぐも離すと音量上がります。で、電話の操作なんですが、電話がかかってきたら、右側のタッチセンサー1回タップで電話に出る。で、2秒長押しで電話を切るまたは拒否。っていうことになっております。これシンプルでいいね。はい、続きましてアクティブノイズキャンセリング機能を試してみたいと思います。これね、さっきの電源つけるときに押したボタンを2秒間長押しでノイズキャンセリングオンです。で、もう一回2秒間押すとオフになるっていうね、そういう感じです。じゃあちょっと環境音鳴らしてみて、ノイズキャンセリングをオンにしたときとオフにしたときで聞き比べしてみてください。じゃあ電車の中の音オン。ノイズキャンセリング。ノイキャンオフにしてます。ああ、結構変わります。続きまして飛行機の中の機内音を流しながらスーディオ K2 の、ね、ノイキャン性能を試してみたいと思います。ノイズキャンセリング、ノイズキャンセリングオンにしてます。ノイズキャンセリングオフにしてます、うん、結構変わるよね。低音がカットされてるのが分かるんじゃないかなと思います。素晴らしいです。ガクチャンネル。積み重なる気持ち
ガクチャンネル。はい、いかがでしたでしょうか。まずね、俺がスーディオ K2 を使ってみた感想を語りつつ、その後にね、サウンド比較の感想も語ってレビューを終わろうかなと思います。で、最後にね、お得な情報もありますので、ぜひ最後までお付き合いください。ということで、こちらね、スーディオ K2 実際に使ってみたんですが、音はもちろんなんですが、付け心地もね、とても良かったです。ノイキャンはあっさりめなかかり方で、高めな音はね、結構残っちゃうんだけど、不要な低い音ね、結構カットしていてくれたんで、その点もいいなと思いました。まあ、音に関してはね、聞き比べの話の時に詳しく話しますね。でね、クッションが優秀だから、付け心地もとても良くて、長時間かけていてもね、メガネかけていても痛くなりにくかったです。素晴らしい。操作感も良好なんですが、唯一苦戦したのは音量の上げ下げです。このね、右側がタッチパネルになっていて、2秒間長押しで音量アップで、3秒間長押しで音量ダウンなんだけど、これが結構難しくてね、音量上げたいのに下がったり、下げたいのに上がったりしてたんだよね。ただこれにはコツがあって、この R のタッチパネルを長押しした後にピッっていうね、音が鳴るんだよね。で、その後にすぐ離したら音量が上がって、ちょっと長めに待ってから離せば音量ダウンになるっていうね、そういうコツがありました。最初なかなかね、操作ミスが多かったんだけど、このコツを掴んでからはバッチリでした。でね、遅延についてなんですが、 YouTube 動画結構見てたんだけど、やっぱりね、ちょっと遅延は感じますね。このあたりはね、対応コーデックが SBC だから、まあ仕方ないなと思うんだけど、やっぱりね、演奏動画とか結構シビアだから遅延は感じるんだけど、雑談とかね、トークしてる動画を見る分には特に問題なかったです。このあたりはね、もう少し値段上がってもいいから、スーディオさんのね、このおしゃれでシンプルなデザインの AAC とかね、アプト X に対応したモデルも出たらいいなと思いました。俺の持ってるね、ヘッドホン4つのサウンド比較の感想も最後に語っていこうと思うんですが、今回比較に選んだのが、まあ、このね、スーディオ K2 はもちろん、こちらね、ソニーの MDR-M1ST ね、完全業務用のやつと、フィリップスの開放型のやつね、 SHP9500 っていうモデルと、最後にダークホース的な感じでこちらダイソーのね、1100円のヘッドホンですね。まあ、これもワイヤレスと、有線両方で使えるんだけど、この4つでね、比較したんだけど、まあね、一個一個の感想を語ったら長くなるから、ランキング的な感じでね、語ろうかなと思うんだけど、一番いいと思ったのは、まあ、当然っちゃ当然なんだけど、こちらですね、ソニーの MDR-M1ST ね。まあ、これはもう仕方ないかなっていう感じなんだけど、今回2番目にいいと思ったのが、このね、スーディオ K2 なんだよね。このね、業務用のソニー MDR-M1ST にはさすがに及ばないんだけど、明るいサウンドで楽器それぞれの定位とか、美味しい部分をしっかり出してくれてるんで、耳こびにもバッチリ使えるなと思いました。こっちのね、フィリップスが今買うとね、1万7000円から2万円ぐらいするんだけど、そう考えたらね、このスーディオの K2 がいかにコスパがいいかっていうのがわかるよね。ただね、こっちの K2 は密閉型で、このフィリップスは開放型だから、そもそも用途が違うし、このね、今回バイノーラルマイクでね、音収録したんだけど、そのね、密閉感の違いとかで、結果がまた結構変わったかもしれないなと思います。まあ、なので、用途が違うんでね、もちろんこっちのフィリップスもね、開放型として今後も愛用していこうかなと思います。で、このね、ダイソーで1000円で売ってるワイヤレスヘッドホンね、これが意外に検討していて面白かったです。もちろん音像っていうか、音の輪郭はね、ちょっと全体的に遠くにいる感じはするんだけど、バランス自体が悪くないから、音量上げ目にするとね、結構いい感じで聞けちゃうんだよね。さすがにね、付け心地は値段なりでね、あまり良くはないんだけど、かなり検討したんじゃないかなと思いました。今回聞き比べで同じ条件にするために、全部ね、有線で使用したんだけど、この K2 ね、無線で音を聞いた時もこう違和感ないぐらいね、すごいクリアな音だったんで、
その点も素晴らしいなと思いました。聞き比べに関してはね、みんなの感想もお待ちしておりますので、ぜひお気軽にコメント書いていってください。ということで、ね、ここまで長々とやってきたんですが、最後に皆さんにお得なお知らせがあります。なんと今回もスーディオさんからね、このガクチャンネルを見てくださってるみんなにお得なクーポンをご用意いただきました。素晴らしい。やべ、専用クーポンコードはガクアンダーバーチャンネルです。なんと公式オンラインストアで全商品を 15% オフでご購入いただけます。素晴らしい。クーポンコードの有効期限が2024年7月29日までとなっております。概要欄にね、スーディオさんの公式ホームページとクーポンコードも記載しておりますので、今回の動画見てね、スーディオ K2 気になったよって方はぜひチェックしてみてください。他にもね、素敵な商品たくさんあるんで、ぜひサイト見に行ってみてください。ということでね、俺は今後もね、この K2 愛用していこうかなと思います。まあ、これデザインがもうかっこいいもんね。このシンプルなデザインがいいよね。価格とのバランスも素晴らしいし、価格以上ですね。で、個人的にね、今回のレビューでこのね、バイノーラルマイク、このね、外すとこ見えるよね、これを導入できたんで、みんなに実際に今まで聞かせることができなかったこういうヘッドホンとかね、イヤホンの音をお届けできるようになったのがすげえ嬉しくて、なんでね、今後ヘッドホンとかイヤホンのレビューが増えるかもしれません。お楽しみに。そしてスーディオさん、いつも素敵なね、製品を開発してくださってありがとうございます。今後も楽しみにしております。みんなもぜひチェックしてみてね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは今後も私学ぶがギタリストやバンドマンに向けて面白い情報を発信していきます。この動画が少しでも役に立ったなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。生配信も週末によく行っておりますので、ぜひ遊びに来てみてください。 X や Instagram、TikTok など他 SNS もやっております。フォローお気軽にお待ちしております。ということで、寂しいですが今回はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。したっけなぁ、スーディオ K2 したっけなぁ、ワイヤレスヘッドホンしたっけなぁ。